聴者が選ぶ最強の譜面とはエキスパートランキングトップ10。今回エキスパートとマスター編で分かれて2つ動画を投稿しております。今回はエキスパート編で、エキスパートで難しい曲トップ10です。ランキングというものはやっぱり個人で分かれるんで、あくまで1つの意見しようとしてこの動画を参考にしていただけると幸いです。皆さんがね難しいと思うランキングもぜひコメント欄をコメントしてください。冒頭でも述べましたが、人の得意不得意はやっぱり個人差が分かれるので、連打が得意な人、妊娠が苦手な人、やっぱり個人差の部分が強いので、あくまで参考程度に見てください。結構同格な曲が多かったので、そこはアンケートを基準に皆さんの意見を活用させていただきました。第10位、僕らの16ビット坊主。ここはですね、結構認識難が得意な人はそんなに難しくないって意見が多かったんですけど、まあ、ブランドが連打だとしたら、認識難が苦手な人は、まあ、ビット坊主が来るんじゃないかなって意見がかなり多かったですね。まあ、ブランドとやっぱり同格なんだけど、どちらかというとビット坊主の方が難しいって意見がかなり多かったです。第9位、アマラ。道中のねコンボカットの多さ、最後のね階段部分、視聴者の意見ですごい多かったのが、エキスパート物量攻めが多い中、結構認識難が多いんで、マスター譜面よりの譜面がしていて、まあ、エキスパート主軸にやってる人と結構対応しにくいって意見が結構多かったですね。マスターやってる人は意外といけるという意見が多くて、まあ、ここは結構分かれるかなと思います。第8位、発電天地開闢神話。視聴者の意見ですごい多かったのが、小説と同じ BPM の速さの乱打地帯を取らなきゃいけないので、そこが結構難しいって意見が多かったです。他の28と比べてやっぱりノーツ数が圧倒的に多いのと、まあ、曲の長さも相まって、やっぱり道中抜けてしまうっていう意見がかなり多くて、28の中でやっぱ頭一つ抜けて難しいって意見が多かったです。ブランドニューデーとね初音天地はね結構投票数が多かったんですけど、やっぱノーツ数の多さも相まって初音天地の方が上でしたね。第7位、 Don't Fight The Music。 まあ同期のコラボ曲の中だとそんなに難しくないって意見が多かったんですけど、結構ね癖が強い譜面が多く、左右で同じ動きをする譜面の場合が多く、左手が取れないだったり、まあ、どこかスライド抜けてしまったり、最後の縦連だったり、途中の認識難が取れなくて抜けてしまうって意見は結構多かったですね。第6位、6少年と一夜物語。僕すごい意外だったのが、 Don't Fight The Music よりも6少年が難しいと思っている方の方が結構多くて、道中はぶっちゃけ28強ぐらいだけど、最後の縦連地帯がやっぱ抜けるんで、フルコン内だとぐんと上がって、 Don't Fight よりも若干難しいかなって意見が多かったですね。やっぱり最後の縦連でフルコンをどうしても逃してしまって、結構フルコンするのに時間かかったっていう意見めちゃくちゃ多かったです。第5位、初音ミクの消失。連打の BPM の速さが異常に速くて、ぶっちゃけ劇場より苦手っていう方も結構多かったですね。テオや火花の完全上位互換譜面で、基礎的な技術ができてないと所々で抜けてしまうところが多く、やっぱ最後の物量の多さ、そして認識難も相まって、なかなか難しいって意見が多かったです。本当にね、消失と劇場は意見が分かれるんですけど、劇場の方がやっぱり難しいと思っている方も多かったんですけど、僕個人的には消失もなかなか難しいかなと思います。第4位、初音ミクの劇場。まあ、裏技とか知ってると結構初音ミクの劇場は楽になるよって意見が多かったんですけど、すごい視聴者の意見で多かったのが、右軸から始まる消失の階段と違って、初音ミクの劇場は左軸で階段が始まるから、なかなかリズムが取りにくいって意見がすごい多かったですね。あとやっぱり縦連で抜けちゃうって意見が多くて、まあ、消失と劇場は結構意見が分かれるんですけど、視聴者の中は結構劇場の方が難しいって意見が多かったです。縦連取れねえよ。ここからは完全な個人差、エキスパート最強の3曲。第3位、ジ・エンペラー。エンドマーポエムドールとは異なる難しさがあって、どちらかというと結構個人が分かれるけど、認識難が苦手な人は、まあ、ダントツでエンペラーが一番難しいって意見が結構多かったですね。アマラ同様に、どちらかというとマスターで要求される技術が多い譜面なんで、エキスパート主軸にやってる人は多分エンペラーがすごい苦手で、マスター譜面をしっかりやってる人はどちらかというとポエムドール、エンドマーの方が苦手って意見にすごい納得しました。第2位、エンドマークに希望と涙を添えて。視聴者の意見で多かったのが、めちゃくちゃ多かったのが、サビ後の部分の難所が絶対に取れないという意見が多くて、ここでフルコン逃してる、AP 逃してるって方はめちゃくちゃ多かったです。
まあ、前半が意外と優しめなんで、マシンガンと比べると少し優しいけど、多分要求される技術は圧倒的にマシンガンより難しいという意見が多かったですね。あとは譜面の配置が結構絶妙に嫌な位置にあって、譜面研究指数がご利用しないと通らないですね。視聴者が選ぶエキスパート最強はこの曲。第1位、マシンガンポエムドール。ほぼ物量で作られているこの譜面はマジできついという意見が多くて、まあ、圧倒的物量による足きつすぎる、体力が持たないという意見がめちゃめちゃ多かったですね。圧倒的物量を求められるやっぱマシンガンポエムドールが一番体力を持ってかれて、最後まで体力が持たないという意見が結構多かったですね。まあ、でもここら辺のあの3曲は正直個人差で人によって順番がかなり分かれると思うんで、そこはねやっぱり個人差なのかなと僕は思いました。